ドーム決まったとかなって、ドーム、もう夢のドームやったわけよね。大炎上して亡くなったし、吹き飛んだ。パワハラやらせ騒動みたいな。ええー。うん。パワハラする、したドッキリしたっちゃう。パワハラしてないけど、よかった。パワハラしてるっていう設定にしてドッキリしてみたっちゃう。うんうん、大炎上して。うん。あの、夢のドームが一夜にして吹き飛んだ。うん。すごいですね、損害1億。え、そうよ、そんな。で、その後、復帰になったのみんな悲しんどって、ドームの顔やるっつって、アリーナツアー決まって。10万人全部で。もうマリンメッセから2です。もう大阪城ホールとか、うん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 、名古屋城ホールとか、うんうんうん、そういうのが決まって、10万人ある、うわーみたいになったら、コロナが来て、全部お茶。借金欲。すごくない？こんなんや。すごいですね。うん、その後に福岡ドームでバーンってやってたんやけど、まあコロナやったけ、うん、その、福岡にコロナ持ち込んだやつらって言って大変でした。バイオハザード集団だ、うん、大変よね。せっかく夢のドームやったのに、めちゃめちゃ炎上したし。ね。もうちょっといい気持ちで立ちたかったよね。あ、まあでも、まあ何回でも立てばいいかと思って。かっこいい。やったー。